はいどうも皆さん、やってまいりました、森ちんです。今回も MHFZ の動画撮っていきます。今回はですね、1年ぶりになるんですけれども、動画で褐色パリアプリアの方にね行っていきたいなと思います。あの頃とはね、いろいろまあ環境も全然違いますし、正直スキルとかもね全然違いますからね。で今回挑む装備はこちらなんですけれども、祈り歌を聴いての、スラッシュアックスの装備ですね。この前動画でね紹介した装備なんですけれども、この装備の欠点としてはですね、やっぱガード系のものが一切入っていないのと、あとは罰の回避だっていうところで、武器しまった状態だと回避がかなり怖いなっていうところがあるんですが、まあでもスラッシュアックスだったらほとんど納刀しないかなと思うので、これでいきたいかなと思います。1年前にねやった時はなんだっけ、武器スロ使って豪語戦3の、ね、弱点特攻入ったくらいのね、川柳魂地の方、しかも戦友武器のオーガコンだね、オーガの戦友コンでねやったきりなので、あれで20分ぐらいかけたんだよね、17、8分ぐらいかけたような気がするので、それの時からどれぐらい速くなってるのか一応テストで一回やってきたんですけど、一応10分芯切れたので5分芯でいけたので、まあねやっていきたいかなと思います。クエストはねこちらでございます。バリアプリアです。レッツゴー。まあね、一人といってもフォルクも連れてきてるんで、いつも通り、ですね、なんだろう、普通の戦い方というかね、よくあるのはここで落とし穴とかしびれ穴とか、落とし穴でね、しびれ穴か、しびれ穴をやったりとかってのはよくある やり方ですね。僕ちょっと今ソロなんで別に使ってないんですが、しびれ穴こいつ効くので、それね活用していくとなかなかいいと思いますよ。ということでこれでチャージをして、ここも一応ガード、よし OK だよね、やっぱ必要なんだよ。で、こいつのね、やっぱね、大事なところというか、これも、この攻撃も結構多段だったりするんだけど、こいつね、多段攻撃が多いんだよ、とにかく多段攻撃が強力なんで、そこをいかに気をつけられるかが、こいつを倒す鍵というか、まあ、死ぬ攻撃って限られてるんだよね、こいつで。こいつ死んじゃうような攻撃が限られてるので、その攻撃をいかに、回避できるか、回避というか、まあ対策できるかってのがすごく大事になってくるんじゃないかなと。僕今回ね、そのガード性能系をね入れてこなかったのは、歌スキルで多種入れてきたんだよね、ガード性能じゃなくて。なんでそっちを優先したかっていうと、やっぱりこういう系の攻撃はガードできるのね。そう、高齢系はガードできるから、今刹那入れてるんだけど、あとはこのまあ石のこう石入ってきたりとかなんだけどね、ああいうのは回避できる、ガードできるんで、全然いらないんだよね。そう、ガード性能が別にこいつは。あとできないって言ったら、まあ、貢献モードだったらできるとか、なんかねよくわかんないんだけど、スラークのことはあんまよくわかってないんだけど、貢献モードだと何、そのガードできる技増える、この攻撃とかさ、貢献モードじゃないとガードできないんだけど、それ以外だと、てか、まあ、この貢献モードだとガードできるんだけど、これがよくわからない。正直そういうのがあるんだとしたら、かなり何、さっさと貢献モードやっぱ維持していくのが大事だなとは思うんだけど、よいしょ。まあでも多分そういうことなんだろうなとは勝手に考えてます。正直スラークのこと分かってないので。よいしょ。この攻撃とかね。そう。これをしっかりと対策していくことが重要になってくる。つうか、むしろこれでしか死なないこいつの場合。あとはね、本当に状態異常をね、つけてこないのがいけないかなと。状態異常、無効、多種をつけてこないから泥酔になったり、ピヨったりだった。ピヨるのはピヨるか。気絶、あれはあれなるけど、あとはね、その麻痺だとか睡眠だとかもこいつね操ってで毒とかにもなるし、そうそうそう、だからね、それ系をしっかりと対策できるかどうかっていうのが本当にね、大事になってくるんじゃないかなと思いますよ。ちょっとさっきよりもね、もっと早いタイムで倒したいからね、ちょっと頑張ってます。よいしょ、よいしょ、来たな、この待て、あははよかった。で今回はグレートもね、根性札グレートを持ってきてるし、再燃もつけてきてるし、で歌も聞いてきてるし、ブーギーもやってきてるので、ブーギーに開脚グレートを持たせてるから、かなりね本気モードで来ておりますが、であとログインブーストが効くんで、それに関してもやっぱりちゃんとね、ログインブーストやるとすげえ楽なので、2時間集中してログインブーストとかでもいいし、まあ、激運がね、スキルで発動するから、全然ログインブースト上の方は使わなくてもいいから、正直こいつの素材は別にうまくないんで、普通のパリアの素材なんで、大事なのはやっぱ外装剣ね、ガネットの外装剣ね出すために行くと思うので、あとはまあギルドシンボルで、ガネットのね普通に装備をね、あーやばい、ま、しまった、ここで回収しちゃおうか、ほっ、あーしまった。しまった、維持すんのかとか言ってたのに全然維持できてない、あーしまったな、ここでやるんですよねえお客さん、ここでやるんですよ。
よし行こうか。あーしまった。で死ぬ攻撃って大体決まってんだよね。これとかで死ぬんだよ。そうこれ系でどうせ死ぬから、あのこういうところをちゃんとね、カバーできるかどうかで全然変わってきますね。さあじゃあここで火発動しちゃおうか。これギリギリ食らわない、大丈夫、よかったラッキーでそしてあとはまあ火とかも大事になってくるけど、まあ、火の立花が強いな。一応何このパリアプリはね討伐してるので1ラスタとかもあったけど、ライト3、進化ライト3で笛1とかでねやってる人いたけどね、1ラスタで、いやあれはもう違う次元だよね。あそこまで行くと本当になんだろう、でも F やってる感じはすんだろうな、すげえな、あれが F だっていう感じも、それもまたわかるハメこそが F だっていうのもあるだろうし、僕もそれはねでも思う、感じるところだと思いますよ。僕もそれはね思う。よいしょ、あーダメだ食らう、いやーしまったな。さあ第二形態というか、この形態来ましたね。ババ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 3回まで来ますよガード分は3回まで来るぜ。さあ行こうか。これで同時にドンと入れて、でそしてここでヒギも当てちゃいます。当てちゃいたいんですけど、あいいねいいね、ノートしてるノートしてる。変にさ強制ノートが入るってのがね結構めんどくさいなとは思うんだけど、さあここで当てちゃいましょうか。ショートン、オッケー、火の立花当てられました、よかったです。でここダメなんだよ罰の回避だからさ、やっぱねダメなんですよ僕、ここがね、ここはダメなのよ。さあ火の立花いいぜ、いい感じいい感じ。これをね当てられるかどうかで全然違う。よいしょ、やっちまったな。あオッケー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 、そこではめられればオッケーオッケーオッケー、ひるんでくれると助かる。よいしょ、あいいね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 。さあここで当てちゃいましょう。ジューンダーン、あダメだこれ食らう、あよラッキー、いや分かってたよ分かってた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 よ、今計算通りだよ、計算通り、計画通り、ふんダメだった、あーしまった、これ全部当たるとダメだよ。ピオルのなんとかなんないかな、状態順向こうタッシュでさ、これどうにかなんないんだろうか。よいしょっと、さあ行くぞ、さあ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 、いやーこれ壁はめがやっぱこいつでもね、多段ヒットも怖いけど壁はめも嫌なんだよね。壁に追いやられてズリズリやられるってのもねすげえ嫌なんだけど、よいしょドン、ババ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 、よいしょ、こういうことな、こういう感じな、よしよしよし、じゃ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 って感じで来るんで、これをしっかりガードできるかどうかで全然違ってくる。あーいいね、今の良かったよ、今は良かったよ、よしよしよし、ガード、よし、結構早めにね待ちガードしてもいいかなって僕思いますよ。こいつはかなり結構ね早めというか早めに対策しておかないと、当たり判定いろんなところというか、まあ、なんだろう、もう本当にこいつの体鋭利なんでトゲとかがねえげつないんだよな。でこれガードできないんだな、ガード性能ないと、多分ガード性能があれば今のはできるはずで、これも多分そうだと思うんだけど、ガード性能が入ってないのでそこはまあちょっと妥協してますしょうがない、もうため威力2にしたかった、どうしてもため威力2にしたかったから、要塞2にねしてねやりゃいいんだけど、ため威力1になっちゃうんで、どうしても僕には組めなかったというか、まあ現状で今組んでないというか、ため威力2にするにはやっぱねきつかったわけでございますよ。さあこれでドッスン、ここがいけるんだよな、この状態だと、いっちゃえいっちゃえいっちゃえだよね、今ちょっと無理したよね今僕ね。でこれででこうさっとやって、こうだ、こうふん、よしオッケー、やしまった、いやー死んだ、いやー危ない、やだもうほんとね、フラジーン、でもフラジーンは何のために持ってきたんだって、このためですせ、ということでね今回はこんな感じでありがとうございました。ガネとガイソかなり出やすいので、ランセチールガネと、ランセガネとチールね、このね3種類あると思いますがね、すごい見た目のいい防具ねあると思うんですが、やっぱりガネとか一番取りやすいかなと思いますので、まあ一人でこんな感じでもいけますし、他の2つはねやっぱパーティーじゃないとっていうのも、まあ極みオーガはソロで倒してる人たちいるけど、いやもうあれはもうまた違う次元にね到達してる人たちだと思ってるのでなかなか大変なのでね、まずはそのガネとを取ることをね目標にしていくといいんじゃないかなと思います。さあ出たかな、さあ出たかどうかだけ気になる、そこだけ確認して終わりましょう。さあいやでもよかったよかった、かなりね早めに倒せてよかったです。はい出ません、出てたらこの辺りこのね欄に赤いガネと解放、んガネと外装 D か、外装剣 D とかな、解放剣 D かな、そんな感じのが出るのでね、出てたらラッキーということで、
今回はこんな感じでありがとうございました。生放送やら動画やらよろしくお願いします。チャンネル登録よろしく。次回お楽しみに。グッドバイバイバイ。